始まってました。なんかよくわかんない時間だった。まあ、いっか。こんにちは、 AKB48 ハルピョンこと橋本るなです。さあ、ということで今日はこの後セイナさんのラジオにお邪魔させていただくということで、お顔を作っていきたいと思います。はい、こんにちは。なんかそう、始めたと思って私も、ね、始めたいなと思ったのに始まってなくて、なんでってなったりなりました。ということでお顔を作っていくんですけれども、今日はラジオ、まあラジオだけどファンの方いるよみたいな、公開ラジオみたいな感じなので顔を作らなければいけません。ただのラジオであれば作らないんですけどはい、もうすっぴんでいくんですけど、写真もあるよということなので、作っていきます。配信でも見れるみたいなので、今日来れないんだっていう人はぜひ配信で、なんかあの私のいいね欄から飛んでくだされば、配信のいいね欄にそのふくらじ、今日出演させていただくふくらじのなんかあれがあって、ツイッターがあると思うんですけど、そこにいろんな情報が載っているので、着替えてから配信しようかなって思ったんですけど、ちょっと何着てくか迷ってて、まだなので、ミラクールさん、ハート、マジカのバナナちゃん、音符ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、すっぴんです。日焼け止めだけ塗ってました。こんにちは、なんかね肩がどうしても痛くて、やっぱり前に負傷したところが、赤シャチさん
これ何ですか、なんかクマ、なんかクマ、ありがとうございます。なんかクマ、そう、負傷したところがどうしても痛くて、今日午前中にね病院に行こうと思ってたんですよ。でまあ行こうかなと思ってたら、でネットで調べてちゃんと時間もね見て行ったの。したらなんかネットの出てる時間がなんか間違っててみたいな。そう、ちょうど私が行った5分前に受付が終了しちゃったの。そう、なんかようやく重い腰を上げて行ったと思ったらちょうど5分前に受付が終了しちゃって、そう行けなくて、なんかただただ外出た人みたいな感じなんですけど、そうなのよ。聞いたの一応。そう、まあダメ元でも聞いてみようと思って聞いたら、あ、ちょっとすいません、この時間までで、いやネットにちゃんとじゃあそう書いてと思いながら、あと5分早く家を出てれば私は今日行けた。でそのじゃあその午後の診療時間に間に合うように行けばいいじゃんって思うでしょ。でも今日のそのあのあるじゃんラジオの前に行きたいところがあって一個、そう、そこに行ってからラジオに今日行きたいから、そうなのよね、ちょっと微妙なのよそれを考えると。今日はファンデーション塗らない、コンシーラーだけでちょっと色ムラ隠したりクマ隠したりだけしていきます。肌に優しく。そうだからどうしようかなって迷ってます今。もうちょっと早く午後の診療時間始めてくれればいけるんですけど、そうでもさ、その時間に行ってさ、その時間にすぐ診察が受けれるわけじゃないじゃない。その時間に行ったとしても込み込みだったらそこで待たなきゃいけないから、そうめっちゃ迷ってます今。ほんとなんて無駄な外出だったのって感じ。何？早く行って診察券投函って何？え、そんな制度あるの？え、早く行ったら、え、じゃあ例えばじゃあ1時から診療開始だとして12時半とかに行ってもいいってこと？え、そんなことできんの？病院って。待って、知らない。診察より前に受付開始時間がある。え、でそれって何分前ぐらい？そうなの？待って、病院の制度知らないねえ。そりゃおじいちゃんおばあちゃんばっかりだよ病院なんかこの間そのここその整形外科さん行った時になんか全然その私ちょうどもう午後の午後一で行ったの。そう、午後一で行ったのになんか、ま、満席みたいな感じで結構待ったのよ。そう、みんなそういうなんか裏技使ってんだ。なるほどね。
でも迷ってます、今日行くか。もはやもうなんか迷い始めてきちゃった。でも行ったとてさ、なんて言われるんだろう。だってレントゲンも撮ったし、次何すんのって感じじゃない。そう、原因不明。でも肩が痛くなってきた。ここ。でお薬も塗ってたし。じゃあ次何されんのって感じじゃない。逆に、そうなんだよね。逆に何してもらえるんですかみたいな。普通にしてるとき痛くないの。でもこうやって持ち上げるときとか前に出すときが痛い。でも別に踊ってるときは多分アドレナリンがバンバン出てるから全然痛くない。だから私一生多分ステージ立たしといてほしい、マジで。したら絶対肩も痛くならないから、一生劇場出しておいてほしい。お願いした。もう劇場勤務。痛くなる前のきっかけ、やってみっちゃの今公開されてる TVer さんのやつ見てもらったら分かると思います。それです。それで痛めました。完全に。え、マジ五十肩？どうしよう、ほんまに。え、まだ24なんだが。まだ24なんだ。でももうずっと2週間ぐらい治んないの、痛いのが。ま、安静にしてないっていうのはね一番問題だけど。安静にしてない、マジで大問題。そう、全然マレーシア行ったし。全然劇場も出てるし、え、デカ病院行くことになる？
デカ病院行ったとてじゃない、何してくれんの、うん、いてえ、だからもう腕上げんのもなんかもう一苦労みたいな、なんか鳴ってる、ご飯は食べた、消化してる音です、多分で五十肩、四十肩、五十肩濃厚、ヒビとかではないです、絶対レントゲン撮った、綺麗な細い骨の写真撮りました、骨細っ、あ、これ全部脂肪なんだ、うん、痩せなきゃって思った、レントゲン撮って、なんかレントゲン撮って悲しい気持ちになったそんな人世の中にいる？絶対いないよね、レントゲン撮って悲しい気持ちになりました、めっちゃおもろい、初めての人、え、どんな感じ？ちょっとあんま私も見れてないけど、見てみよう、もう行かない旅更新されてるやん、まあ、明日見る、明日やってみっちゃった、同時に見る、整骨院の方がいいの？整形外科に今行ってるんですけど、整形外科、おじいちゃんが見てくれる病院、うん、そりゃ痛くなりそう、ちょうど2分半ぐらい、てか多分巻きこっちの方がしんどかったな、このこれを作る方がしんどかった、うん、巻き割りの方じゃなくてこう巻きをこうやって削る作業の方だと思います、多分やったの、
きっとね、きっとそっちの作業だと思う。筋肉が伸びるってあんの？筋肉伸びたらどうなんの？筋肉が伸びるって何？筋を痛める的な？え、その筋を痛めたらどうしたらいいの？縮めればいいってこと？あ、安静が一番大事なの？ね、無理。安静って何？仕事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 無理。でもそんなめっちゃ支障出てるわけじゃないのよ。全然もう上げるはするし、うん、腕上がるし、なんかすっごいどうにもできないとかじゃなくて、痛いよねみたいな、え、なんか 2,3 日で治る最強のクリームももらったんですけどみたいな感じ、 2,3 日で治らないんですけど先生これってどういうことですかみたいな、あれ、このクリーム塗っとけば 2,3 日で治るって聞いたんですけど先生、っていう、感じかな。それで病院に行きたい感じ。そうだから別になんかどうこうっていうか、そうだよっていうか。どうこうっていうかそうだよって感じ。今日はアイラインのめちゃ長めに引きました。でもそこの先生は私が腰痛めた時にその腰のレントゲン写真を撮ってくれて、それを私に写真撮らせてくれた先生なのでいい人、関係ないか、でもいい人。関係ないけどいい人。やぶ医者とか言わないでみんな、ダメ、おじいちゃん先生をやぶ医者とか言っちゃダメ。ごめん、ミュートしてた。ちょっとお外がにぎやかで、にぎやかではなかった、ちょっとに気持ちにぎやかで一瞬ミュートした。
こんにちは。あーどうしよう、今日私服だからそんなピンク感強くないメイクにしようかな。気持ちピンク塗って気持ちピンク塗りつつ、ちょっとくすみピンクを上から重ねる。衣装の時はね、顔も衣装に負けないようにちょっといつも以上に華やかにしないといけないけど、私服の時は別に私服感出してこう。でもラメは忘れずに、しっかりと乗せて、目の上のラメも忘れずに、ラジオだからね、こうちょっと原稿を読むときとかさ、こうちょっとこう下を向いたとき目の上がキラッと光ったら可愛いじゃん。よし、最後にまつげ、髪の毛もやんなきゃいけないけど、まつげが一番疲れるから、まつげの前にちょっと休憩、何着ようかな。本当に小ウエッセン太郎だって。こんにちは誰初めて聞いた、シャウエッセン太郎。清見よ、夜
だもんね。でもうん、渋谷って何区？渋谷、渋谷区ってあるんだ。やばい、バカバレる。雨なんだ、6時7時。そっか、渋谷区20度21度。うん、なんか小雨みたいな感じ、雨かもみたいな感じ。迷う。どうしようかな、何着ようかな。本当にあれにしよう。でもちょっと寒そうだな。ガチ悩み。とりあえずヘアアイロン温めよう。ラジオ、まあでも上だけ、配信の人たちには上しか見えないから、上も可愛い方がいいよね。下可愛くっていうより、下も上も可愛いくらいがちょうどいい。半袖、あ、やばい、落ちた。何着ても可愛い、ありがとう。ありがとう。デニムはやめておこうだって。なんで？なんでデニムやめなあかんの？どうして？デニムピョンだって可愛いよね。
まわりのハルピョン可愛くないってことじゃ。ひまわりでデニム履いてるんだけど。ひまわりやってる時のハルピョン可愛くないなって思って見てるってこといつも。ビューラーを温めます。そうドライヤーでビューラー温めるんだけどいつも忘れてたから今日はヘアアイロンで温めます。早くクリップ届かないかな楽しみ。でも多分出国場所が韓国ん出品場所発射場所何韓国なのよ。だから多分まだまだ あれすんの忘れた。ハイライト。危ない。ハイライトない。あれなくなった？ハイライトで光を追加。ウルタオチャンネルでハイライトのブラシを細くした方がいいってゆきりんさんが言ってたので細いの買いました。よし。影もうちょっと強くしてもいいか。まあいいや、今日は。暑いんだよね、ヘアアイロンしたら。だから好きじゃないんだけどさ。今日はまっすぐです。カールの方が楽なんだけど、カールアイロン出すのがめんどくさくて。競技の結果まっすぐを使う、まっすぐにします。
まっている。これをギザギザにします。ちょっとね、まっすぐすぎる。昨日綺麗なさギザギザだったんだけどさ、メイクさんにさまっすぐにされちゃってさ。そうでもまあ昨日の髪型的には確かにまっすぐの方が綺麗だったのかもなって思いつつ、でも今日はちょっとギザギザが好み。それでは始めていきます。手術みたい。あ、ちょうどいいところに、この間ファンの方からいただいたピンとゴムがあるので、これを使って髪を止めて、止まらなかったので結んでいきます。そう、一旦ね、一旦使わない毛束たちを、本当は多分止めるやつがあるんですよ。そう、でもそれを今持ってない。どっかにはある。それを取りに行く方がめんどくさい。絡まってるね。めんどくさがらなくなったら橋本じゃないですよね、もう。もはやそれは。それは橋本春奈ではないので、はい、私がちょっと待ってね、ダッカール取りに行ってくるとか言ってテキパキ動いてたら
そうとは言えない。そりゃそう、だって自分で言う分にはいいけど人から言われるのはムカつくんだから。人間誰だってそう人間誰だってそう。ハルピョンってそうだよねって言われたらムカつくんだからこっちは自分で言ってるくせに。当たり前でしょ、それが女子ってもんよ。まあでも人間か、多分みんなもそうじゃない。いや自分本当にダメダメでっていう分には、なんかそのパソコンとかも遅くて仕事もなんかなかなかできなくてって自分で言う分にはなんかさいいけどさ、えそうだよね〇〇さんってさみたいな感じでさ乗っかってこられてさ、全然パソコンできないよねみたいな言われたらさ、なんかムカつくやんムカつくやん。やっぱそう思ってたんだこの人って思ってうよね。ハルピョンってめんどくさがりだよねって言われたら嫌じゃん。嘘でもそんなことないよって。確かにな、ハルピョンないつもなんか適当になんかハサミとかも全然取りに行かないしなとか思ってたとしても、そんなことないよって言ってください。ハルピョンはこうでこうでこうじゃん、こんなことができるじゃん。そうだと思うのよ人間、人間そう。アイドルってめんどくせえ、ハルピョンってめんどくせえ、女子ってめんどくせえじゃなくて人間みんなそう。私この間2本白髪見つけられてさ結構ショックだったんだよね、メイクさんに。そう2本もあったまだ23歳だった時、早く美容院行きたい。もうすぐ行ける、楽しみ。
今から美容品とか言えない。渋谷は？渋谷に間に合うなら行ってらっしゃい。いいよ。渋谷に間に合うなら何でもいい。私も予約できてるから。でも渋谷来ないんだったらこのヘアアイロンが飛んでくると思ってください。ありがとう渋谷。今日は西の方、あ、そうだよね、北海道から見たら渋谷って西だもんね。西の方、そっか、北海道から見たら渋谷って確かに西だよね。わかるわかる、西だね、だいぶ西だね。あるよね。いいね、西の方ね。渋谷に対抗するためにヘアアイロン持ったピョンズ集結したら怖っ。え、ありがとう。私にサロニアよりもいいヘアアイロン、あの今欲しい。なんか今はねヘアアイロン迷ってて、リファにするか絹状にするか迷ってて、あとダイソンなんか迷ってるんですよ、3つぐらいで。え、だからあとなんかママが使ってるパナソニックみたいなアイロン、そう4つで迷ってて、なんかどれにしようかなって迷ってるんで、渋谷に集結してください。全部私がいただきます。ありがとう。はい、嬉しいです。やった、全部1万円は超える。なんかいろんなレビュー見てんのよ。そう、いろんなレビューサイトみたいなの見てるんだけどね、ほらこんだけさストレートしたのにさ、こんだけまだうねうねってどういうこと？もう早く言ってあげて、自分の髪のためにも早くあの宿毛に行ってあげてほしい。熱い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 、そう届かないところがねうねうねしてきちゃう、どうしてもね、やだね。よし、続いて前髪。
かさ入った目の中に。髪の毛邪魔。入ってるよね。あった。取れてない。今はいいんだけどさ、これがさラジオの時とかだとさ、やだ。だからちゃんと撮りたい。これか。あ、出てきた。多分これ。まつげじゃないです。繊維。服の繊維かな。多分取れた。よし。ほぼ完成。こっからまつげを施していく。マジハートありがとうございます。まつげを施す前にビューラーをヘアアイロンで温めていく。本当はドライヤーで温めるのが一番ベスト。めっちゃ温まる。まつげも毛なので、結局髪と一緒で熱を与え加えた方が形状が記憶されやすいんですよ。そうだからこうやって温めてあげることで、本当はドライヤーが一番よ。ドライヤーが一番このなんか温度がねちょうどいいのよ。アイロンだとちょっと熱すぎるのよ。あちこうなる。だから本当はの下かゆい。わかりました。これを今からビューラーで存在感を出していきます。間違えました。マスカラでした。
に大きくないよ。あれ待って、嘘でしょ、どこ行った、今ここにあったのに、3秒前まであったのに、ピンセットがなくなりました、助けてください、ピンセットがないと私のまつげは完成しません。ありました、メイクポーチの中に入ってました、多分自分で入れました。お騒がせ、私の束感は束感出しつつ、けどこの束数をちょっと多くすることでバキバキには見えない方法、そう、束数が少ないとバキバキに見えちゃうから、そう、可愛いんだけどね、私はバッキバキに憧れるんですけど、多分みんなはそうじゃないじゃん、みんなは多分そういうの好きじゃないじゃん、あんまり。分かってるて分かっちゃってんなって、だからでもまつげの存在感は出したい、こっちよりも多分こっちの方が存在感今あると思うんだけど、そんなことないかなまだこっから段階があります。まずはこのマスカラで束感を作る作業、多分左の方がね綺麗に生えてんだよね、まつげが。だからいつもね左の方が作りやすいのよ、束感とかがすごく。こんにちは。ね、行かない旅アップロードされましたね。明日見るよっていう話。なのでとか言って、明日見るよって言ったと思うんですけど、明日見ます。
今日は下まつげはやりません。やろうと思ってたけどやめます。でここにこいつ存在感アップ、束を太くしていく。こういうことをいつも劇場の前とかにもやってます。多分ラジオをやる頃にはちょっとずつ下がってくる。そう。今はバキバキだけどね。完成。いつも今日は6月4日こちら6月4日の橋本春菜です。ちょっと待って、まだ後でスプレーしよう。こんにちは、6月4日の橋本春菜です。完成。触覚もう一回ちゃんとしよう。触覚だけ。これで。今日はこれでいきたいと思います。みどみさん、なんかクマ、ありがとう。なんかクマ。これじゃなくて、でっかい方のスプレー使おう。持ち運び用のスプレー、今家で使ってもでっかい方のスプレー後で使います。ということで今日はぜひ皆さん、6時に渋谷、6時から渋谷でふくらじさんに出演させていただきます。私自身ずっと出たかったふくらじだったのですごくすごく楽しみです。配信もありますので、関東住み以外の皆さんとか、今日ちょっとお仕事で渋谷には行けないんだよっていう方とか、ぜひ配信で見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで完成したので、じゃあちょっと服選びます。とりあえずそれではまた夜多分配信できると思うんで、夜、押さなかったら、さすがに押さないでしょ、押したとて押したとて24時にはならないと思います。
1位赤シャチさん、2位アルバンさん、3位二度見さん、4位マジ、5位一条寺ヒカルさん、6位マジカナバナナと、体は秋葉原、心は渋谷。待って、ってことはどっち？秋葉原ってことか。ちゃんと魂置いてって7位マックミックさん、ありがとうございます。8位カート、行かない旅見てから渋谷、完璧。あの、明日見るよ、明日ももう一回一緒に見てね、配信で絶対だよ。俺は今日見たから明日見ねえしとかやめてね9位卵さん、10位ミラクールさん、11位はるみさん、12位ベベモンさん、13位 YSA73 さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またはるぴょんがどんな服着てきたのかとかも渋谷で楽しみに確認してください。それではまた後ほどお会いしましょう。配信もしくは現地で。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5914盛り上がりの皆さんにきっときてがお届けしちゃう、タイムキン出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではまたね、ありがとう、あとでバイバーイ。